こんにちは、花井龍馬さん、速稼塾の久保です。男ってのはね、人生の大半をおじさんで過ごすんですよ。ですからおじさんこそ誇りある王道人生のね、ど真ん中だと思いますよね。私はね、男のど真ん中で生きていきたいなっていう気持ちがあります。どっかの CM じゃないですけども、まあでもまだまだ恥ずかしい人間なんでね、まあそのいわゆるおじさんにはまだなりきれてないかなと。おじさんってのはもっとね、孤高の存在っていうかね、誇り高い存在だと私は思ってますね。私はまだおじさんのおの字にもなってないんで、まだまだおのざつさんって感じでございますよくわからなくなってきましたね。はい、ということでね、花井龍馬さん、私の若い頃っていうのは、その光り輝く第一線で働く本当にね、戦士のような武士のような、そういう風なね、おじさんばかりを見てきましたんで、おじさんに対するネガティブな感情はないですね。いわゆるね、ハゲ親父とかね、デブ親父みたいなのは私はね、20代の頃見てこなかったですね。だからおじさんになりたくないなとか、おじさんって嫌だなっていうイメージを持ってる人がいるとしたら、その人はそういう環境にいるんですよ。いわゆるなりたくないおじさんばっかり見ているんですよ。だから自分の人生をちょっと考えた方がいいなと思います。今10代とか20代で大人にね、20代、40代とか50代の方にすごく不信を持ってる方とか、いや年取ったらあんなやつになるのかよみたいに思ってるんだとしたら、あなたが見ている目が違うんですよ。だからもっと光り輝く人を見る環境に自分を置かないと、そのレールの先につまらないおじさんがいると思ったら、あ、俺も将来あんなになるのかよってなるでしょ。でもそれはね、俺も将来あんな風になるのかっていう風な道をあなた自身が選択して歩いてるってことに気づかないといけないかなと思いますよ。だから光り輝くおじさんばかりを見て、あ、早く年を取りたい、早く40代になりたい、50代になりたいって思えるような、あんな人になりたいみたいに思えるような人がいるところに自分の歩みを変えていかないと、本当にあんなおじさんにあなたはなりますよ。私はね、憧れのおじさんだから、40代だったらこんな男になりたいな、50代こういう風になりたいなっていうところに、もう今ね、必死でね、追いつこうとしてるわけですよ。それが39歳まで全然ならなかったんで、やべえなと思ってたんですけども、まあでもね、おかげさまで今ね、なんとなく自分のターゲットとするおじさん像が見えてきたかなと思います。私はね、こんな50代になりたいなみたいな、もう理想像ってあるわけですよ。で、その理想を超えるような久保哲郎を作っていきたいなと思いまして、今日日々ね、やってるわけなんですよね。とりあえず40代で、もう奥さん大好き、子供大好き、家族大好き、そういうふうな、ね、ファミリーものすごく大好きみたいなね、そんな男になりたいなと思って、もう今ね、男磨きっぱなしですよ。家族第一みたいなね、周りの人第一みたいなね、うん、で、あとはね、これはね、昔こういう映画がありました。白い巨塔っていうね、医学界のドラマなんですけども、財前教授と里見教授っていうね、2人がライバルをしながら切磋琢磨していくドラマなんですけども、私はね、財前教授みたいな、ちょっと悪役なんですよね、ドラマの中で。財前教授に憧れるところがあるんですよ。それはどういうことかっていうと、やっぱりね、力ある自分が引き連れる自分軍団です。これ自分軍団っていう言葉は速稼塾の中でもたまに使うんですけども、自分軍団なんですよ。久保哲郎っていう軍団、まさに速稼塾っていうものを率いて、自分が責任を取る立場に立ってですね、俺が責任取るからやってみろといつでも言えるようなね、いや責任ちょっと取りたくないんでどこですみたいな、そんなね、みみっちい大人じゃなくて、そんな40代50代じゃなくて、俺が責任取るからお前やってみろ、面倒なことがあったら俺が出て行ってやるからみたいなね、こんなね、兄貴肌みたいなおじさんになっていきたいなと思いましたね。まさにね、あの南の帝王万田銀次郎みたいに、ドーンと控えていて、おい小平100やみたいなねそんな、こうかっこいい男に40代50代になっていきたいなと思っています。まあですんで、もう一回まとめますけども、若い頃、10代の頃、20代の頃、私はね、なりたい像の大人しか見てこなかったし、あ、この人嫌だなって思ったらその人あんまり見なかったです。だから私はすごくね、ポジティブなんですよ、おじさんに対して。人生の大半はおじさんで過ごしますからね。ということは、どんな素敵なおじさんになれるかってことに10代の頃から挑戦していかないと、素敵なおじさんになるどころか、もうな、どうしようもないおじさんになりますからね。それこそ、俺こんな親父になっちゃったみたいなのになりますよ。だからね、用心してください。花井龍馬さんもね、もうおじさんに肩しつこんでる部分もあると思いますんでもう嫌になっちゃいますよ。私もね、こう白髪が出るでしょ。自分が白髪染めをするなんてね、本当にね、嫌だなと思いましたけども、かっこいい白髪を作ったりとかね、吉川晃司さんみたいに白髪バシッと真っ白じゃないですか。吉川晃司さんね、かっこいい50歳ですよね、50代ですよね。あんな風になっていきたいなとか、50年生きてきて、もういろんな宝物があるようなね、50代とかね、すごいじゃないですか。これね、
20代でいろんな宝物は20年分しかないんですけども、50代で宝物は50年分ありますからね。そうじゃなくてゴミみたいなことをやってると50年間過ごしてきてもゴミの人生になるんですよ。まあね、これひどい言い方になりますけども、だから私思ってるのは経験時間と経過時間って違うと思うんですよ。ただ過ぎた経過時間、この50年と経験時間といって何かを成し遂げてきたね、50年、そして体得時間、体得ってのは全てにおいてトップレベルで何をやっても秀でた存在で体得してきてるわけですよ。でこっちでうまくいったことを応用編でこっちのジャンルでも使ってくると何をやってもトップアスリートみたいなね、そんな50歳が出来上がると思うんですよね。健康においても、気遣いにおいても、コミュニケーションにおいても、仕事においても、お金に関しても、家族に関しても、もうご近所付き合いでも、思想でも、政治思想にしてもね、もういろんなことに対してなんか一目置かれる人間、そんな存在で、若者がああなりたいって思ってくれるような、それこそ自分軍団の引き連れた後ろにいるね仲間たちがもうあれですよ、自分を追い求めてくれてるみたいなね。で上から見るとこう三角錐みたいなね、そんな軍団の先頭をいつも歩いていきたいなと。で先頭でこう肩で風を切って歩いてね、で石が飛んできたら自分が受け止めてあげると、こう顔でバンバンバンみたいなね、逃げない、もうね自分の軍団を守るためにもう自分のことを使っていくみたいなね、で守りきれる、そんな素敵なおじさんになっていきたいなと思うんですよ。まさに上に強くて下に弱いみたいなね、任侠道の世界ですけども、もう まさにね私は任侠道ですよ。任侠を憧れて、あ男はつらいよ、寅さんみたいになりたいなみたいなことをね憧れていったりとかね、まあそういう風にして過ごしたわけなんですよ。だからねこうかっこいいおじさんを私は今でも目指してますね。そして重厚無人なおじさん、物知りでユニークなおじさん、そしてケチケチしない、そういうおじさんになっていきたいなと思いながら私は思ってますよね。でね最近ねかっこ悪いおじさんの例として、40代50代の人で若者の恋愛離れ、若者の車離れ、若者のなんとか離れっていう人いるんですよ。最近の若者はさ、スマホでねポチポチやってて、ちょっとコミュニケーション能力に欠けるとこあるんじゃないのって思いますけど、スマホの方がコミュニケーション能力高いですからね。でそういう風に若者にケチをつけるおじさんほどね、まあ中におばさんもいると思いますけども、若者にケチをつけるおじさんほどてめえはどうなんだよって私ね自分の姿を見て思うんですよ。若者にねなんか強弁垂れるほどお前大した人生送ってきてないだろみたいなね。若者のなんとか離れって言ってるね、多分若者の恋愛離れっていうぐらいお前はモテてるのかとかね、若者の車離れっていうぐらいお前車のことねすごく扱ってるのかとかね、逆に思っちゃいますね、そのみみっちさっていうかね。だからそうならないように私もいちいち若者にケチをつけるんじゃなくて、逆に若者に謙虚に学ばせていただく姿勢を持つべき、そのぐらいの懐の多さがあってもいいんじゃないかなと思います。40代50代60代ね、すぐにねいい気になってマウント取って若者しいたけみたいな気持ちになって勝ったつもりになるなというのがね、私同世代に言いたいことです。確かに私たちの世代っていうのはロスジェネとかね氷河期とかありましたよ、恵まれない時代が。でもですよ、今の10代20代が楽してるかって言ったらそんなことはない。やっぱり若者は悩み苦しみもがきあがき、そしてお手本にできる、そんなね大人の姿を見たいと思ってるんですよ。見せてやりましょうよ、それはから元気だけでも、というふうにね私は思ってますけどね、いかがでしょうか。それではね今日はズームライブのちょっとお話しましょうか。ズームライブね花屋龍馬さんとやるんですよ。ついに日程決まりました。ズームライブ日程はですね12月4日深夜になりますけども23時からですね、いろんなテーマで話していきたいと思います。例えば第2弾特別定額給付金のここで一旦まとめをしていこうかなと思いますよね。これまで持続化給付金はどういうふうに世の中を動かしてきたのか、そしてこれからの展望はどうなのかってこととかね、あと生活保護のちょっとお話したいなと思いますし、ポイントサイトのモッピーでいかに稼ぐかとかね、まあそんなことをさまざまちょっと何個かのテーマでねお伝えしていきたいと思います。まあそしてちょっとなんか花屋龍馬さんはライブ中にプレゼント企画があるみたいですよね。すごいですね、やっぱり常に貢献心があるというか、私もね気づかされました。ああそうか、ライブ放送に来ていただいた方に何かねプレゼントしてもいいんだなと思いまして、ちょっと私がね思いつかなかったんで花屋龍馬さんが先に思いついちゃったんでね恥ずかしい思いがするんですけどね、やっぱりダメですね、若者に学ばせていただいてます。プレゼント企画花屋龍馬さんするそうなんで、なんか大盤振る舞いするみたいなんで、ちょっとね私は大盤振る舞いあんまりできないんで申し訳ないですけども、何かをやろうと思います私もね。すみません、そんな感じで
ちょっと動画概要欄に Zoom のチャンネルをちょっとつけておきますんで、今のうちにちょっとチェックしておいていただければなと思います。花屋龍馬さんの動画からも Zoom ライブ12月4日の23時からのね予定がちょっとあった動画概要欄に出てくるんじゃないかなと思いますし、もしかしたら LINE に登録した人にお知らせするような形になってくるのかもしれませんよね。で、私はね LINE ねやってないんですよ。やれるんですけどね、 LINE 戦略あるんですけどね、私はね、私が LINE 始めたら、おーなんかまた速稼塾も結局物売りかって思われるのが悔しいんで、あえてやらないというね。でもそのうちやります。まあ、気が向いたらやるかな。まあやんないかな。わかんないですけどね。それでは行ってらっしゃい。